はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車大好きプラレールがいっぱいをやっていきたいと思います。関東路線行きましょうかね。どうしようか、レベル3行ってみるか。で、209系の京浜東北色、まあ209系の京浜東北線なんですけどね。まあ JR 東日本から許可を取らなかったのかね。断言はしてないですね。でもプラレールとかってね、 JR に許可取ってるから、このゲームもまあ取ろうと思えば取れなくもないんだけどね。はい、じゃあ発車しますね。残り10駅か。あー、でも電車で行こうも JR に許可取ってるから取りにくかったのかね、このゲーム。第5計測進行。そんなこともなさそうな感じするけどね。で、この209系をね、雪の地方、雪で、雪の中走らせたい場合は北海道路線で、ね、走らせれば問題ないです。まあね、めったに209系をね走らせるってできないですからね、雪の中を。もし雪の中を走らせたい場合は北海道路線を選ぶ。まあ、前回ね、プレイ動画で上げたのは、確か、北海道路線だと思うんだよね、209系で遊んだ時は。まあ、それぐらいね、まあ、自由に。まあ、操作自体はね、停車と発車の単調な操作なんで、あんまり面白みを感じないかもしれないですけどね。まあ、そういう遊び方もできますと。ちょっとなんか時間がない。時間あんのか。あんまりここね、時間通りつきすぎると次の駅が大変なんで。まあ、こういう感じで。あ、1メートル。あ、2メートル伸ばした。まあ、でも100ポイントだ。はい、発車しますね。まあ209系か。まあ子供の頃はよく乗りましたけどね、209系。209系と103系がね、当たり前のように走ってた時代が一番好きだったような、一番好きでしたけどね。あの時代がすごかったからね、103系の京浜東北線だったりね、209系の京浜東北線だったり。お、これは、あ、209系です。あれ、間違えた。あ、ブレーキかけちゃったのか。ライン閉塞進行。209系の京浜東北線。103系の京浜東北線。横浜線もね、205系の横浜線がありましたし、JR でもね、いろいろな車両が見れた時代ですよね。京浜東北線だけ一つとっても。あと205系のね、京浜東北線っていうのもありましたね。205系のね、京浜東北線もね、なぜか1回だけ小さい頃に乗ったことは、ほんのたった1回だけですね。1編成しか走ってなかったみたいですね、確か。205系の京浜東北線ってね。まあ、それに乗れた、一回だけ乗った記憶があるんですよね。ラッキーですよね。第三計測進行。ちゃんとね、205系の京浜東北線って、鉄道模型でも売ってましたから、ね、売っ
ってましたからね、重量セットで2万3、4千円ぐらいだったかな。中古だったよ。中古でそんぐらい値段ついてたから、やっぱりプレミアついてんだね。まあこの辺でブレーキかけて、第一減速進行。まあね、この駅間の距離がね短いからなんか。に到着します。ちょっとスピード出しすぎるともう通過しちゃう。まあこういう風に、まあブレーキ操作でね、まあこんな感じで、まあもうちょっと落とした方がいい。543、一応合格範囲はね3メートルみたいですけど、4メートルで止まるとどうなるの。で次がピノです。立川行ってピノ行ってトヨタか、トヨタなのかな本当ね、中央線だね。立川にもね209系がありましたね。立川にも209系走ってますもんね、南部線がね。南部線が走ってる。あ、ここ行きの距離短い。あ、もう10秒遅れてるし。明らかにダイヤおかしいよなこれ。これで減点か。まあこういう感じでちょっとブレーキを。こういう感じですね。3点も引かれた。JR でね、いろいろな車両見れるっていうのはね、なかなか貴重な時代でしたよね。横浜線の205系だったりね、京浜東北線の205系、京浜東北線103系、209系でね。第4変速進行、次は八王子。南部線もいろいろ見れますよね、いろんな車両が。今どうなるかわかんない。昔はなんか205系が主流だった時は209系も走ってましたしね。変わった顔の電車が走ってる時もありましたけど、いろんな車両がね走ってくれると、まあ楽しいっちゃ楽しいですよね。あ、また209系か。第一変速進行。まあ209系今でも人気ですよね。この前か、鉄道模型屋のポポンだっけ、なんかそんな店ありますよ。そこであの自由に鉄道模型ね、お金払って自由に走らせてもらえるスペースありますけど、やっぱり209系で遊んでた人いますよ。自分の車両持ち込んでたのかどうかわかんないですけど、209系で遊んでましたね。今でも209系っていうのは根強い人気があるのかなって思いました。まあ209系ってね、発車するときに
ウィーンって高い音するんですけどね、この電車はないですね。ウィーン閉塞進行。まあ初代電車デゴーもないしね、電車デゴー2あたりからなんか止まる、あの発車するときにウィーンっては高い音出ますけど、西八王子か、次は西八王子、こういう感じで、で、ここにして、第一閉塞進行で、まっすぐか、間もなく、まあ、こういう感じで西八王子に到着します。3にしてね。これはちょっと余談するとオーバーランしちゃうか、ちょっと余談も隙もないんだ。こんな感じで、まあいいでしょう、こんな感じ。1メートルオーバーか。ああぴったり止まった。はい、出発進行です。まあ京浜急行とかもね、昔20年ぐらい前はいろんな種類のね電車が走ってました。ウィーン閉塞進行。京急のね鉄、撮り鉄になるっていうのは気持ちわかる、わかりますね。京急楽しいって、写真撮ってて楽しいっていうのはわかります。まあ、僕はね電車の写真撮ったことないんでね、わかんないんですけど、次はただ、まあ京急ね、いろんな種類の電車が走ってますからね、まあ、楽しく、楽しいって思えるっちゃ思えますよね。テレビでやってましたもんね、京急の写真を撮ってる中学生ぐらいの人だったかな。中学生か高校生だったかちょっと分かんないんですけど、京急の写真を撮りまくってるっていうのをテレビで見てですね、京急の魅力とはって言ってね、いろんな鉄道が見れるとかってそういう魅力を語っていましたね。京急はね、いろんな種類走ってましたからね、今でもまあそう走ってますけど、昔本当にたくさん走ってましたね。京急は楽しいと思いますよ、写真撮っててね。まあ JR も楽しいんでしょうけどね。JR 今ね、京浜東北線取るって言っても、車両自体、形式自体は一種類ですよね。だからまあ、よっぽど車の、その車両が好きじゃないとね、取らないよね、たくさんパチパチね。第三閉塞進行。次は坂道。ここでトンネルなのかな。あ、ここ鳴らしてもボーナスくれない。ボーナスくれるはずなんだ。ウィーン閉塞進行。あ、東海道線です。湘南色って言われてるやつですよね。100何系だっけな、ちょっと忘れちゃったな。
東海道線ですよね。東海道線で使われてました。あの初代電車で5の東海道本線とかね、走っててもなんか、あの湘南省かとか電車走って走ってるね。東海道本線で走ってるとすれ違いますけど、あと電車の基地とかで止まってるシーンがね、初代電車で号にはありました。ここで停車か。ここが相模湖ですね。止まるか。コピオクレ。まあ200休憩はね、人気ある。結構ね、小さい子でも。あの200球系の牽引特性持ってる人いますよね。それ持って走らせてる子供さんがいますよね。いや絶対200球系走ってた時、200球系の牽引とか走ってた時生まれてねえだろっていう子供でも持ってる、持ってますからね。まあデザインがかっこいいとかで選んだのかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ確かにね、デザインかっこいい車両だと思いますよ、200球系っていうのはね。電車総選挙なんてやったら200球系もトップ10に入るんじゃないですかね。よく番組でやってますよね、なんちゃら総選挙ってね。この前はチョコレートだっけ、お菓子の総選挙やってたけど、あの爆笑問題さんがやってるやつね。まあ、この前って言ってもこの動画があるのが多分3月ぐらいだから、今ね今日は9月の13日だっけな、9月の13日なんで、まあ本当にこの前お菓子の総選挙爆笑問題さんがねやってるやつやってましたよ。で、まあ、この辺で B5 にして、まもなく上のバーナーに到着します。どうしようかな、このB3 か。 B3 でもいいか、 B2 でもいいか。まあこういう、あ、4メートルでも大丈夫だったんだ。4メートルで止まっても大丈夫。電車で5だったら許してくれないよね、4メートル。合格範囲4メートルってあんのかな、電車で5って。イージーモードにすれば許してくれるか。第三閉塞進行。まあ電車で5もね、難しいダイヤから簡単なダイヤまであるんですけどね。まあ子供に親しんでもらうんだったらやっぱりね、簡単すぎるダイヤぐらいでちょうどいいとは思いますけど。まあこんな感じ、ちょっとスピード出しすぎかな。80キロぐらいでいいか。まあ僕もまあ電車で言うね、ベリーハードでありましたけどね。
別にベリーハードでやんなくてもノーマルで、ノーマルとかでイージーでゆっくりやっていくのがいいと思いますよ。まあこのゲームの気軽さ、気軽さぐらいやってもいいかなって思うんですけど、まあこういう感じで B3B5 にしようか。まあこういう感じで、わあと40秒も残ってんだ。まあこういう感じでどうでしょう。2ポイント引かれましたっけ。大月に行きました、着きましたね。中央線ですよね、大月駅。まあこれでもクリアできますね。もう42車両はもう全車両取っちゃったからね。で、エンディングです。はい、まあ映像ねセーブしてもなんかね、もう動画で残しちゃってるからまあいいんだけど。でこれエンディングあったんだっけな、ないんだよね確か。はい、ではないみたいなんで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。